ウェイ・ショウレン先生です。69歳、洋式太極拳専門家、北京市洋式太極拳研究会理事です。太極拳の献身作用はよく知られております。しかし、スイスの献身作用をよく知ってる人はあまり多くはありません。ウェイ先生によれば、その他の武器の攻撃を受けると痛みを感じるが、太極水手ではやられても全然痛くもない、気持ちよくやられるのである。ウェイ・スージン先生は6年前引退しました。元は心臓病を持っていた患者でした。1960年から太極を学び始め、蒋玉芳、海殿新先生について学びました。その後、著名な洋式太極拳万永泉先生について推奨を学びました。半年の鍛錬を得て、心臓病は驚くほど姿を消しました。それだけ献身作用があるのである。ウェイ先生は、ワン・ヨン・センの素晴らしい技術を身につけています。彼の太極重視は、洋式太極拳の風格を持っております。背中からのファーリーは、ギー先生独自のものであり、特に、心、意、気を上手に使い、相手との接触点を通して、相手の身体センターに打撃を与える。その打撃は、最初の金から成り立っている。得意には、ポンアンチを使い、得意にはサエレーリュを使い、相手はいかにしろ避けられません。攻撃、相手が攻撃に入ったら正面から対抗せず、まず避け、そして相手の弱点をつくのがこの種のツイスのポイントであります。これがやり方であります。急に力を入れます。パンチアンです。サイレリー、これがサイレリーです。もう一遍あります。サイレ3つの動作が入ってます。一気に完成します。
内じっと入れんです。二人で行う練習です。太極推手の基本動作をつなぎに合わせたやり方であります。二人で太極推手をするとき、ただ相手を任すっていうことだけを考えていたら上手にできません。心理上の要素も非常に大事であります。相手の力を借りて相手を倒すことがこの太極推手のキーポイントであります。太極推手は人体独特な力学の関係の中にあります。人間の潜在能力と知恵を十分に活かせます。太極推手は何を比べるのであろうか。結論はリラックス、柔らかさ、技巧さ、感覚、知恵などを比べるのであります。ここでの知恵は一般的な知恵ではなく、いい心、気を高度に統一し人体をコントロールする地位であります。